それが一体何だって言うんだ。レネゲードの連中ね、敵なのか味方なのかはっきりしやがるってんだ。ねえ、これからどうするの？そうだな、何とかしてコレットを助けよう。マーテルの器にされちまったらコレットが死んじまう。でもどうしたらいいのさ。ねえシンダー、あなたのエクスフィアはどこで手に入れたものなの？なんだよ急に。これはこっちに来るとき王立研究員でつけられたんだよ。テスアラではエクスフィアを装備するのが当たり前なのかしら？そんなことはないよ。もともとはレネゲードからもたらされた技術なんだ。それを研究して今じゃ機械にエクスフィアを取り付けたりするのが一般的だよ。ちょっと待て、じゃあテセアラとレネゲードは仲間なのか？仲間かどうかは知らないよ。ただ2つの世界の仕組みについて情報をもたらしたのはレネゲードだったんだ。ミコの暗殺計画も奴らの提案だよ。あいつらが陛下と教皇に吹き込んだんだ。テセアラの繁栄を望むならシルバラントのミコを殺せって。ひどい。ロイド、私はテセアラへ行くことを提案するわね。どうしてテセアラなの？ユアンが言っていたじゃない。天使とはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアで進化したハーフエルフだって。そうか、コレットのこの状態もクルシスの奇跡のせいか。エクスフィアの研究をしているテセアラならクルシスの奇跡についてもわかるかもしれない。そいつはいい考えだ。確か王立研究員ではテセアラの巫女が持っているクルシスの奇跡を研究していたはずだよ。テセアラにもマナの巫女がいるの？当たり前さ、世界再生はテセアラでも行われている儀式だ。あっちにだってマーテル教はある。でもそんなに再生を繰り返しているのにどうしてマーテルの器ってのは完成しなかったんだ？それについては私も疑問なの。あるいはあの救いの塔に並んでいた遺体は。いえ、今はやめましょう。そうだな、それでなくてもわからないことだらけなんだ。クルシスの目的もレネゲードのこともコレットを救う方法も。だからできることから始めようぜ。テスアラに行くんだね。ああ、今はそれしか道がない。それに今度こそ俺は俺の責任を果たしたいんだ。もうコレットに全てを押し付けたりするもんか。待ってよ、盛り上がってるけどテスアラにはどうやって行けばいいのさ？それはシーナが知っているでしょ。テセアラへ行くには次元の歪みを飛び越えるらしいんだ。私が知る限りそれができるのはレアバードって乗り物だけだね。それはどこにあるんだ？レネゲードの連中が持ってるはずだよ。この基地にはあるはずさ。よし、行こうぜみんな。レアバードか。急いで、追っ手が来るよ。おっしゃ、待ってろよテセアラ。そうか、あんたたちがシルバラントで封印を解放したからこっちのマナが不足してるんだ。
だから落ちるってことさ。なあ、うわあ、大破は免れたかな。どっちにしたって燃料がないと飛ばないじゃん。燃料って石炭か。あんたたちね、そんな古臭いものこっちじゃ使ってないよ。それなら魔力ね。ボルトが生み出す雷の罠かしら。じゃあシーナがボルトを呼び出せばいいんじゃないの。私はボルトとは契約してないから。そうか、そしたら俺はここに置いとくしかないか。魔科学も結構不便だな。あれは、あれは救いの塔。どうしてここはテセアラでしょ。当たり前さ、救いの塔は繁栄世界に出現するんだ。そっちだってコレットが信託を受けたから救いの塔が現れたんだろ。二つの世界、二つの塔。聖地はこちらにも。マーテル教はあるのでしょう。聖地はカーラーンなの。そうさ、あの救いの塔がある場所が聖地カーラーン。あんたたちの世界と同じだよ。聖地カーラーンってのは古代大戦の停戦調印場所だよ。二つあったらおかしいじゃない。そっちがまがいものなんじゃないのかい。こっちの博物館には勇者ミトスが二人の古代王を聖地カーラーンに招いて停戦の調印をしたって資料も残ってんだよ。こちらも資料ならあったわ。パルマコスタの学問所に調印式に使われた道具が残っているらしいわ。どっちかが偽物か。意外とどっちも本物だか。そんなわけないでしょ。いや怒るなよ、言ってみただけだろ。まあいいや、とにかく行こうぜ。確かにここで考え込んでても結論は出ないだろうしね。うわはは、テセアラでの初冒険だね。ジーニアス、遠足じゃなくて。まあまあ抑えて抑えて、俺様の可愛いハニーたち。そこのクールな彼女、怪我はない？ああ、ゼロス様がお言葉をかけてくださったのに、何この子。お祭りでもないのに天使様の仮装なんかしてバカじゃないの。信じられない、このブス。なんだって。よせよせジーニアス、あの人の家には鏡がないんだよ。なんですって。バカな子たちね。まあまあ落ち着けって。彼女怒ってんの。君って笑ったらきっとひまわりみたいにキュートなんだろうな。あった。ひゅー、驚いた。天使ちゃん強いね。俺様超びっくり。あんたは一体。野郎はどうでもいいや。嫌なやつ。おお、ゴージャス。美しいあなた、お名前は。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るべきではなくて。あ、ロイドの真似っこ。人が言ってるのを聞くと偉そうなセリフだな。おっと、俺様をご存知ない。これはこれは、俺様もまだまだ修行不足ってことだな。
ロス様、行きましょうよ。おっと、そうだな。じゃあまたどこかで、美しいお姉様と可愛い天使ちゃんとその他大勢さんよ。なんだったんだあれ。変なやつ、ずっとニヤニヤしててさ、バッカじゃないの。あの男、エクスフィアを装備していたわ。え、嘘。だからあんな身のこなしだったのか。何者なんだあいつ。じゃあ頼むぜ、神木をアルタミラまで。この仕事の後でいいからな。わかりました。順調だな。早速ロディル様にご報告だ。待ってよ君。プレセア、ちょっといいかしら。俺はロイド、こっちはコレットに、リフィルに。僕はジーニアス。ジーニアス？お前何かを赤くしてるんだ。僕たちに神木を運ぶのを手伝わせてもらえないかな。待ってよ。ごめんなさい、怪しいものではないのよ。実は私たち陛下にお渡ししたい手紙があるの。仲間の命がかかってるんだよ。でも王様は病気で越境してもらえないから困ってるんだ。俺たちを運び屋として使ってくれるだけでいいんだ。聞いてる？わかりました。プレセア、それ運んでください。よし、任せとけ。ちょっと待ってくれ。これ重い。とにかく彼女を追いかけましょう。いいよロイド、ようやく来たか。ゼロスだっけ。そうそう、俺様はゼロスワイルダー、ゼロスくんって呼んでね。これからしばらくは一緒に旅しなきゃならないんだ。仲良くしようぜ。軽いやつ。やる二人はいいとして、ゴージャスな美人がリフィル様だろ、クールな可愛子ちゃんがコレットちゃん、んでそのチビちゃんはフレセアだよ。城に潜入するときに協力してくれたんだ。おチビちゃんはシルバラントの人間じゃないのか。オゼット。オゼット、あの田舎じゃなくて森の奥の村か。かわいそうに、この未開の野蛮人どもに利用されちゃったのか。誰が未開の野蛮人だ。そんなに怒んなよ。せっかく王立研究員に連絡つけといてやったのに。おお、気が利くな。だろ、研究員の使用には王家の許可がいるからな。このゼロス様の頼みなら陛下も一発 OK よ。僕たちを監視するんだから、それぐらい当たり前でしょ。かわいくねえガキだな。王立研究員に行くのはいいとして、プレセアは解放してもらえるの？まさか彼女まで監視するなんてことはないんでしょ。そりゃそうさ、王立研究員もオゼットも海を越えた向こうの大陸にあるんだ。ついでに送ってってやろうや。大賛成。プレセアもそれでいいかな。はい。じゃあ俺たちはどこへ行けばいい。サイバックって町だ。グランテセアラブリッジを渡った先にある。ここから北東の方角だな。王立研究員か、ワクワクするな。早速行こうぜみんな。